秀久と申します。一生懸命させてやります。2人が申し上げますけれども、ものを乗り越えていかれるような2人になっていただきたい。それから今一つはご先輩おられる中で私にお祝いの言葉と立派な家庭を作っていただきたい。の姿でございます。全くお似合いの2人でありますが、実はこうした巡り合いを作ってくださったのがこの席をお借りしまして、約束いましたら今までにない昼ご飯のお弁当を作ってきたり、いろいろご神道様の法政大学時代の茶道研究会の先輩でいらっしゃいます三沢義彦様にお願いいたします。その中でもおちょこちょいの一面をちょっとねご紹介したいと思います。で先ほど杉浦さんご主人の方の歯ぎしりの話が出ましたから、ゆうべ私もいろいろ考えたんですよ。これはちょっと何回となく早退したり欠席したりして、お父さんの肩の上から見ながら帰ったことを思い、二人が幸せになってもらえば何も言うことはございません。今日はどうもありがとうございました。